そうですね、北野さんの卒コンとアンダーライブが先月あったんですけれども、これについてお話しさせていただきたいことがたくさんありますね。まずどうしよう、どっから話そうかな。アンダーライブで思い出セレクションっていうコーナーがあって、で一人一人自分の好きなっていうか思い出深い曲を選んでセンターで披露させていただいたんですけど、私はさよならの意味を披露させていただきました、センターで。でやっぱり自分にとっても加入前からすごく大きな意味のある曲で、たくさん助けられた曲だったから、きっとそういう方も多いだろうな、私みたいな方もって思って、結構不安だったし緊張して、すごい本番緊張してたんですけど、終わった後に真夏さんが連絡をくださって、ゆりのさよならの意味が優しくて、なんかすごく曲の雰囲気に合っててよかったよみたいな連絡をくださって、それがすっごく嬉しかったです。うん、すごく嬉しかったです。でもなんかいろんな加入前に辛かった時に乃木坂に助けられてた時とか、あとは入ってから加入させてもらってから、いろんな先輩方をこの曲で送り出したり、なんかそういう時にいつもこう味方をしてくれてた曲だったんですけど、だから歌ってる間にいろんなこと考えたっていうか感じた、思い出して、泣いちゃいました涙がスーって、っていうぐらい、でもやっぱり本当に素敵な曲だなって思いました。真夏さんがそうやって連絡くださったのもすごく嬉しくて、なんかより大好きになりました。